こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。今回はインフレと賃金の関係について考えていきたいと思います。マスゴミは次に、物価が上がっても、給料が上がらなければ、我々庶民の暮らしは苦しくなる、という。まず、賃金というものは何かということを考えると、それは労働の価格であり、労働者が販売し、雇用主がそれを購入するものである、という言い方ができます。月給20万円なら、1ヶ月あたりの労働使用料20万円、という感覚ですね。それに対して、インフレの定義は一般物価が継続して上昇するということで、一般物価とは世の中の様々なものの価格を総合的に平均した数値ということです。以前に一般物価と個別物価という形で紹介しましたが、世の中の一部の品物の値動きだけを見て、それが全てであるかのように論ずるのは、良くないってことでしたね。賃金は、あくまで個別物価の一つです。確かに一般物価が上昇すれば、それぞれの個別物価も上昇する可能性が高くなるのですが、当然のことながら、品物ごとの性質の違いによって、その上昇度には差異が生じます。となると、賃金も個別物価である以上は、インフレになっても給料が、必ず上がるわけではない、ということになっちゃうのかな。そもそも、経済の原則として、価格を決めるのは、需要と供給のバランスであり、それは賃金に関しても例外ではありません。需給バランス関係なしに、誰かの意思で価格が決まるんだったら、それって共産主義的な統制経済国家ってことになっちゃいますよね。賃金上昇に必要なのは、あくまで労働に対する需要の増加です。そして、労働とは、物を生産する行為なので、物に対する需要の増加が必要ということになります。インフレ率が高まっていくと、物の価値は高くなるので、一般論的に言えば、賃金上昇につながりやすい環境にはなります。個別には例外もあるんでしょうけど、それを言い出したらキリがないですしね。インフレになっても、すべての物の価格が均等に上昇しないのと同じで、すべての労働者の賃金が均等に上昇するわけではありません。しかし、インフレの時は、デフレの時に比べて価格が上昇しているものが多いというのは、間違いのないことで、一方、デフレのままだと賃金が下がり続けることになるのは、この15年間で実証されてきたことなのです。インフレにしてもどうせ給料が上がらないから、無駄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 、という人には、じゃあどうすれば労働に対する需要が増加するのかということを示してもらいたいものです。ただし、一つ注意しないといけないのは、株価が景気の先行指標であるのに対し、雇用は遅行指標であるということです。景気回復局面の後半にならないと賃金は上昇しないので、それまでの間は、減税で労働者の可処分所得を増やす等の対策が必要になるのではないでしょうか。景気回復局面の初期段階で、やっぱり給料が上がらないじゃないか、なんて騒ぎ立てたりしないように、気をつけないといけませんね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。